武者漁師は、日本の投資ストラテジスト。株式会社武者リサーチ代表。ドイツ証券株式会社アドバイザー。長野県出身。県立長野高校卒業。1973年、横浜国立大学経済学部卒業後、大和証券株式会社に入社。調査部配属。企業調査アナリスト、繊維、建設、不動産。 自動車、電気、エレクトロニクスを担当、1988年より、ニューヨーク駐在、大和総研アメリカで、チーフアナリスト、米国のマクロ、ミクロ、市場を調査。1993年、大和総研企業調査第二部長、1997年、ドイツ証券調査部長兼チーフストラテジスト、2005年、ドイツ証券東京支店副会長兼 チーフインベストメントアドバイザーを経て2009年株式会社武者リサーチを設立。ドイツ証券株式会社アドバイザー、ドイツ銀行東京支店アドバイザー、ドイツアセットマネジメント株式会社アドバイザーに就任。分析の特徴は論理性と独自性の追求にある。論理一貫独立不機、歴史的国際的視野をモットーとする。手法として、 以下の3プロセスを挙げている。仮説の構築グローバルかつ長期的、歴史的経済事実に基づき、最も説得力のある仮説の構築に全力を挙げる。仮説に基づき先入感や経済的利害を排除し、最も論理性のある展望と戦略を提案する。事実と検証に基づく仮説の再構築仮説の説明力、妥当性を過去の予測精度に基づいて検証し、 より説明力の高い仮説を常に装備する。失敗も成功も過去の検証が、より説明力の高い仮説構築の母となる。ホームページで過去20年の予測と結果の履歴を公表している。過去の主な長期株価トレンド予測は以下の通り、ありがとうございます。